皆さんこんにちは。合格サプリ編集部2年の白谷です。今回の企画は大阪大学の医学部紹介です。大阪大学の医学部は医学部の中でも人気の高い大学の一つで、様々な研究がされていることで有名ですよね。それでは実際に所属している方に話を伺いたいと思います。まずは自己紹介よろしくお願いします。中田志保と言います。大阪大学の医学部保健学科の検査技術科学専攻というところに所属している2回生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私と中田さん実は同じ高校に所属していて、そこで友達になったので、今日は楽しみです、はい、よろしくお願いします。それではまず大阪大学の医学部について紹介お願いします。大阪大学医学部は医学部医学科と医学部保健学科っていう2つの学科がある学部になります。医学部の医学部と医学部の保健学科の2つの学科ですね。じゃあちなみにそれぞれの学科で細かくまた分かれているとかはありますか？そうですね、医学部医学科は、まあ、医学部医学科っていう、まあ、医者になるための勉強するところ、うん、で医学部の保健学科は看護学専攻っていうものと、うん、放射線技術科学専攻と検査技術科学専攻、この3つがある学科になります。なるほど。医学部の医学科と言われると、私たちが医学部と言われて一番にイメージするあの学部、お医者さんになるための学部なんですね。です、はい、では先ほど、紹介されていた保健学科の3つの専攻についてもう少し詳しく紹介をお願いしてもいいですか？はい、まず看護学専攻は、まあ、4年かけて看護師になるための実習とか勉強とかする学科になります、うん、で放射線技術科学専攻は、はい、放射線技師に、ね、なるために勉強する感じになります。で最後、私が所属してる検査技術科学専攻は臨床検査技師になるための資格を取るっていう感じですね。どこでも、はい、4年です。あの3つの専攻の中でそれぞれ取ることができる資格が違ってくるんですね。次は中田さんが所属している検査技術科専攻について詳しくお話を伺いたいと思います。それでは中田さんが今実際に勉強されている内容について紹介をお願いします。そうですね、私が毎日勉強しているのは、まあ、基本的な人体の体の仕組みとか医療の知識とかだけじゃなくて、まあ、実際に顕微鏡で細胞を見て体の組織勉強したりとか、うん、あとは実際に臨床で行われている検査を体験したりとか、本当になんか臨床検査技師になるための勉強しているなっていう感じになります。なんか臨床検査技師と聞くと結構私のイメージとしては勉強ばっかりするのかなと思ったんですけれども、医学部みたいな医学科と同じように実験も割と多いんですね。そうですね、実習結構多いです。なるほど。後ほど詳しい内容については1日のスケジュールという形で紹介してもらいます。では、実際今所属されている学科の男女比だったり学生の雰囲気はどのような感じですか？看護学専攻はほとんど女子ですね。女子の方がめちゃめちゃ多く、で放射線技術科学専攻は男子の方が多いかな、7対3くらい毎年って聞く感じです。で検査技術科学専攻は4対1くらいで女子の方が多いっていう感じです。なるほど。なんか看護と聞くと確かに女子の方が多いイメージもするんですけど、中田さんの所属している専攻では女子が多いというのが私は結構新鮮だなというふうに感じました。そうなんです、はい。ちなみに学生の雰囲気はどのような感じですか？割と真面目な方が多い印象なんですけど、どうですか？そうですね、真面目な人も、はい、多いですけど、でも結構もうそのクラスの人数が1クラスとか2クラスとかそういう感じになるので仲良くなりやすいかなと思います。なるほど。クラスというのはちなみに1クラス何人ぐらいですか？40人強ですかね、はい、40人強。じゃあ高校のクラスよりちょっと多いので、多すぎず少なすぎずって感じでいいかもですね。そうです、はい、うん。次に中田さんの1週間の時間割を紹介してもらいました。時間割はこのような感じになっています。この時間割を見ると結構同じような名前の授業が2コマ連続続いているという感じですね。そうですね、うん、実習の科目はその1時間が90分なんですけど、2時間分かかったりとか3時間分かかったりとかするので連続したりとかするっていう形です。大学の授業は1コマだいたい90分で開講されるんですけども、実験だとやっぱり90分じゃ足りなくて2コマ連続とかになるんですね。そういう感じですね。
実際今授業の内容としては今どのようなことをされていますか？そうですね、座学では結構覚えてねっていう感じで暗記するっていうことが多い感じになります。で、まあ、その覚えるだけじゃなくて実習の授業があるから実際にそれを体験したりとかすることもできるので覚えやすくはなってるかなっていう。あ、確かに。ただ単にこう単語を覚えるだけではなくて実際にと実験をすることで覚えやすいというのはいいかもですね。暗記する内容っていうのはちなみにどんなことなんですか？単語だったりするんですか？そうですね、例えば、まあ、カルシウムが高かったらこの病気だよとかそういう風な実際に臨床でそうそう使うような検査値とかを暗記する授業とかもあるし、肝臓のここはなんていう血管とかそういう人体の中の器官を覚えるっていう感じの授業もあります。数値の見方を実際に覚えるというのはもう本当に実際医療現場でも必要となる知識なんですね。 それを2年生のうちから勉強するというのは意外だなと思いました。それでは中田さんが今実際に教わっている教授の雰囲気はどのような雰囲気ですか？そうですね、教授はもう皆さんとても研究に従事されてて、もうすごくなんかこう授業も、まあ、専門的ですけど、でもどの先生も授業自体はとても分かりやすくて、雰囲気は授業によって様々なんですけど、授業自体はとても、はい、有意義で楽しいなと思います。うん、そうですね、大学教授って高校までの先生と違ってやっぱり研究というのが仕事の一つでもあるので本当に研究に熱心な先生もいらっしゃれば、逆に授業にも方にも割と力を入れている方もいるんじゃないかなと思います。じゃ中田さんは今部活と、アルバイトもされているということで、実際部活とアルバイトの頻度はどのくらいありますか？部活は火曜日と木曜日と土曜日にあるので、火曜日と木曜日は授業の後行く感じになりまして、水曜日と金曜日に塾のバイトに行って、でも私も一つケーキ屋さんのバイトをしているので、それに日曜日と、まあ、行けたら月曜日行く感じにしてます。なるほど、今聞いた感じだと本当に毎日何かしら予定が入っていて忙しそうなんですけれども、授業の勉強の時間だったりとかは確保できますか？まあテストが近い時はケーキ屋さんにシフト減らすようにお願いしてもらったりとか、まあその授業が3限で火曜日だったら終わったりとかするので、部活までの間意外と勉強できたりとかするので、そういう風にして時間を、はい、勉強しています。なるほど、大学の時間割に合わせたり、あとはバイト先の方にお願いして通報をつけてもらえるというのもいいところですね。では次はゼミや卒論について質問したいと思います。まず卒論はそもそも必須ですか？そうですね、卒論は書かなきゃいけない。4年生の秋くらいに締め切りが来ます。なるほど、では実際に卒論を書かないと卒業できないということなんですね。はい、理系だと研究室と言われるかもしれないんですけれども、研究室への所属というのはどのようにして決まりますか？希望を基本的には出して定員が上がれば成績で、うん、はい、決まります。なるほど、成績で決まると言われるとやっぱり1年生の時からコツコツ勉強を頑張らないと希望通りのところに入れないかもという感じですね。そういう感じになります。続いては就活状況や大学院への進学について伺いたいと思います。実際中田さんの入っている学部では、大学院へ進学される方と就職する方の割合はどのくらいですか？そうですね、ほとんど私が所属している検査の学科では、うん、院に行く人が多いですね。8割以上かな、はい、院に行って、で院に行った後に一般企業に就職する人の方が多くて、はい、残りの人は大学院とか、そういう感じ。なるほど、大学院へ進学した後就職という道を選ぶ方もいるんですね。です、私の印象だとそのまま病院の方で働いたりするんじゃないかなと思ったんですけど、企業に入ることもあるんですね。そうですね、阪大はその企業に入る人が多いっていうのも、だから研究が盛んに行われてるから特徴かなと思います。そうですね、企業に就職できるというのも阪大に入ったからには得られる豊富な選択肢なんじゃないかなと思います。でも他の放射線の専攻だったり、あと看護学の方ではどのような院進学率になっていますか？看護学専攻は多分ほとんどみんなもう大学院に行かないで病院に就職する人が多いというふうに聞きます。で放射線は半分ぐらい院に行く感じ。ありがとうございます。割と専攻によって全く将来の選択肢が違うんですね。
以上で大阪大学の医学部紹介を終わりたいと思います。他にも受験情報など知りたいことがあればコメント欄でぜひコメントを書き込んでください。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。